視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。皆さん NAMM ショーというのをご存知でしょうか。毎年1月下旬にアメリカで行われている世界最大規模の楽器ショーで、今年は1月20日から23日にかけてアナハイムで行われていました。毎年この NAMM ショーでは各メーカーから様々な新製品っていうのが発表されるので、特に電子楽器とかコンピューターを音楽活動、音楽制作に積極的に活用している人たちにとっては大注目のイベントです。まあ、馴染みのない人は東京ゲームショーとか東京おもちゃショーとかの、まあ、楽器版みたいな感じに思っていただければいいと思います。いい大人が新しいおもちゃに大興奮するってところは変わらないと思います。いくつかの音楽系メディアやショップがこの NAMM ショーのショーレポートっていうのをウェブ上に公開してまして、今日はそういった中からパクユーが気になったアイテムいくつかご紹介したいと思います。紹介したアイテムは説明欄に商品ページの URL 記載しておきますので、ぜひそちらもご覧になりながらお楽しみください。まず1つ目、ユニバーサルオーディオのアポロツインマーク2。こちらはオーディオインターフェースというふうに呼ばれる機材で、コンピューターで音楽制作をする人にとっては欠かせないもの。コンピューターにマイクの音声やギターベースの音を録音する時の音の入り口になるものです。各メーカーから様々なオーディオインターフェースが発売されてまして、僕は今ここに見えてる、ちょっと汚いですけど、これですね、RME っていう会社の Fireface UCX っていうものを使ってます。この RME っていうメーカーのオーディオインターフェースっていうのは非常に評価が高くて、僕も使ってて全く文句ないんですけれども、もし今新しいオーディオインターフェースを購入するならば、このアポロツインマーク2ぜひとも購入したい。このアポロツインマーク2っていうのは僕みたいな卓録ミュージシャンにすごく最適化された機材で、まあ、オーディオインターフェースとしての基本機能に加えてモニターコントローラーとしての機能と、あとはプラグインエフェクトの機能も兼ね備えてるんですね。まあ、卓録ミュージシャンが欲しい3つの道具を1つにまとめたような、そんな機材です。そして何より見た目がかっこいい。Mac と並べた時のかっこよさっていうのをものすごく意識して作られていて、この Mark 2っていうのは新しい MacBook Pro のボディカラー、それに合わせた色になってます。いや欲しいです。2つ目、マッキーのビッグノブ。こちらはモニターコントローラーと呼ばれる機材です。複数の入出力の切り替えを手軽に行うための機材。2005年に発売されてからすでにもう大小様々なスタジオで導入されている定番の製品なんですけど、それが今回リニューアルされて、システムの規模に合わせて選べる3タイプのラインナップが用意されました。僕らは音楽を作る時に完成した楽曲のチェックによく複数のスピーカーを使うことがあるんですね。完成した楽曲を届けるリスナーの視聴環境っていうのは本当人それぞれなので、どんな環境で聞かれた時も大事な音がしっかり聞こえるように複数のスピーカーを使って最終的な音のバランスを取るっていうことをするんです。そういった時にすごく便利なのがこのビッグノブ。ビッグノブを手元に置いておけば手元のボタン一つでスピーカー、再生されるスピーカーを切り替えて音を聞くことができる。しかも音量調節もわざわざこのスピーカーの本体のつまみをこうやっていじらなくても手元で簡単にできちゃうと。上位モデルになればなるほど入出力数や機能が増えるので、今言って使い方以外にももっといろんな使い方ができるようになると思います。説明欄から製品ページの写真ご覧いただけると分かると思うんですけれども、このビッグノブと1つ目に紹介したアポロツインマーク2、かなり見た目が似てますよね。そんなとこからもアポロツインマーク2がモニターコントローラーとしての機能も兼ね備えてるっていうのがよくわかると思います。最後3つ目、 ATV の A ドラム。この ATV っていうメーカーは2013年に設立された新興メーカーで、映像機器と電子ドラム、電子パーカッションの製造を行っているメーカーです。僕電子ドラムって
まだまだ進化の余地があるジャンルだなっていうふうに思うんですね。まあ、ローランドとかヤマハあたりの製品が有名で、もうそれでほとんどのシェアを占めてると思うんですけど、設計思想的に生ドラムの練習用っていう域を出ていない気がするんですよね。そうじゃなくて、ライブパフォーマンスで積極的に使用できるような電子ドラムっていうのがそろそろ生まれてもいいんじゃないかと。 ATV の製品はその辺のところに挑戦してくれそうな気がして、僕は結構注目してます。今回 NAMM 賞で展示されていた A ドラムっていうのは ATV が作ったドラムパッド、多分というのも参考出品みたいな形で出品されてたみたいで、あんまり、ね、製品の詳細がまだわからないんですね。おそらくドラムパッドと生ドラムの中間みたいな製品になるんじゃないかと思うんですけれども、なかなか面白そう、詳細の発表が待たれるところです。いかがでしたでしょうか。まあ、こういった音楽制作向けの電子機器、今まで全く知らなかったっていう人は、まあ、ふーん、こんなものがあるんだ、こんな世界があるんだっていう風に楽しんでいただければ嬉しいですし、まあ、こういった機材っていうのをすでに使いこなしてる、 NMM 賞もバッチリチェックしてたよっていう人は、自分はこれが気になるなとか、これどう思うとか、そこの説明ちょっと分かりにくいよ、間違えてるよとか、気軽にコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。